はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ユーロトラックシミュレーター2やっていきたいと思います。またまた定期枠じゃない方、ごめんなさい、不定期枠ですけど、久しぶりですね。暇なんですけどね、ちょっと今回ドタバタありましたので、まあその辺の話も含めて雑談していきたいと思います。またバージョン上がってますね。よくまあカン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 上がるもんだね。まあそんだけね、あそっか、ログインですけど忘れてるわ。まあそんだけ人気があるということなんでしょうね。まあ多分日本より海外の方があると思いますんでね。実況者の動画でたまに見たりですけど、気合入ってますもんね。でもやっぱり、でもやっぱり広いんで、もう半分を、誰かにまたがしして、もう半分にしてやったらいいんじゃないのっていうような話になりまして、まあ、まあ、経費削減だね。経費削減なんですけども、そんな感じなんですけどね。まだこれ、ワクチンなのかな。あ、まだワクチン、あ、でも減ったね、だいぶ。よいしょ。あれ、私カリーニングラードからどっか渡んなかった？あ、渡ってアップグレード入ったのかな。でもこれ重いんだよね、ワクチンはね。ワクチン重いんで、あ、一緒のとこか。ワクチンの方が金いいんだね。これかな、違うね。同じ距離でも、同じような距離でも、あ、違うか、距離は。ああ、ワクチン、単価いいんだね。でも、重いもんね。あ、これは重いわ。可動式分36トン。ホイールローダー、これも、あ、これでも15トンか。うわ、遠いわ。もうちょっと近くていいのないかな。なんで海渡ろうと、海渡るか南に行こうとするんだろうね。よいしょ。あ、これ短くていいけど短すぎる気がするな。9700だもんね。あ、これダメだわ。今のところあれが候補かな。あ、これ遠いわ。いいのがないね。これにしましょう。9トンですね。いや、もう事務所をね、狭くしようという感じで、もうゴミがすごいんですよ。ほんとゴミというかね、もう使わないもうパソコンがね、パソコンがサーバー含めて10台ぐらい出てきたかな。で、プリンターと、であとモニターとね、そんなこと考えたらですね、もうたんまり出てきたので、全然見えませんけど、いいのかな。あ、これ当たるね、このまま下がっちゃうと多分。あ、当たらないか。あ、あれトラックの右の、未来に映ってるのは、あれなんだね。建物の明かりなんだね。あ、そうだ。あ、ちょっとぐるぐる回っちゃうけどね。あれ出口が見えなかった。あ、これか。はい。ちょっと気分悪くなっちゃったね。すみません。まあ、なかなかね、ゴミがたんまり出てきてるんですよね。まあそれを今週ね、全部片付けるということで、ただ、コンピューター関係はこれで終わるんですが、あと書類とかね、棚とかも皆、あと机も捨てないといけないんですけど、ただね、ちょっとね、うちの社長は結構消極的だなっていうね、感じが見受けられるんですけどね、物捨てることに関して。いや、捨てないといけないとか言ってるんですけどね。結構ね、今までの話聞いてるとね、家での話聞いてると、まあ結構物サクサク捨てるよっていう感じだったんですけども、今私がね、もうそのつもりでガンガン捨てようとしてたらね、ちょっと、おっという感じになっちゃってるんで、そうですね、もうもっとガンガン捨ててやろうと私は思ってるんですけどね、もうほんとね、もうなんだろう、もう 10年どころじゃないね、20年ぐらい前の書類とかね、参考書とか出てくるんですよ。もう20年前の技術なんか使うことないって。ネットに載ってるし、みたいな。危ない危ない。と、まあそんな感じで。ですから2月はもう、ゴミ整頓して捨てていくので精一杯かなもしんないね。なかなかなんで
ですよね。なのでまあちょっと今仕事ないんですけどね、ない今のうちに。あと私もうこれからの季節、あの確定申告ね、確定申告の季節になっちゃってますから、確定申告がね、確定申告が、そうだね、あでも確定申告今年も4月15日まで延長されてますので、ただ私今年はねもうeTax っていうのかな、ネットにしようかなと思ってます。マイナンバーカードも作っちゃったし、ネットにしてね、もうやっぱり今人と会うのはなるべく無駄に人と会うのは避けたいという感じですね。それしてったらまあまあいいかなと思ってるとこですね。で私あのそうそう会社にもね、会社あの社長から言われまして、屋号付きの口座作ってほしいって言われてね、私ね今の会社の屋号をね継ぐ気はあんまなかったんですけどなぜかちょっと強引にと強引に継ぐような形になっちゃったのかなと。まあまあもうそれもね、あと私ねやっぱりねちょっとね浮気心というか野心が出てきましたね。というのもね、屋号を作るんだったら自分の屋号を作りたいっていうのが出てきましたから、もうねなんか自分で会社名をちょっと作ろうかなと。マークはね、マークというかロゴはね子供のね小学校ぐらいの時にね考えたのあんのそれにできたらいいかなと思ってるんですけどもね。まあそんな感じでやっていこうと思ってます。まあそんな感じでドタバタしておるんですけど、まあまあ不定休暇取れないのかい、取れないぐらいドタバタしてんのって言われたらそうでもないんですね。ちょっとね私ねまた燃え尽きちゃったかもわかんないなんかね今日も全然ダメダメですね。まあ昨日ちょっと昼寝しちゃったからね、がっつり昼寝したんでね、がっつり昼寝しちゃって夜全然寝れないもんですから、もうちょっと困っちゃいまして、もう夜寝ることが遅いんで、でじゃあ朝遅く起きるのかなと思ったら、朝がっつり昨日ね4時半ぐらい寝てるんですよね。朝の4時半ぐらいまで起きちゃってたんで、何してたのかって、あの三国志13やっちゃいましたあれやっちゃったら長いんですよね。曹操さんの配下でねオリジナル部署でやったらね、曹操さんがあの処断されちゃいましてで私のね、私ちょうど都督だったんですけど、まあこの話してもしゃあないんですけどね、もうもうちょっと曹操さんちょっとまさかの初段、ああ違うこっち、おこれでもないね、こっちか、あこれか、これだね、え向こう向こう、これか、あ紛らわしいなあ。でまあそんな感じで4時半までやってたんですけども、でまあ昼までがっつり寝るかなと思ったんですけど、まあまあこれ私言ってます、年食ってからもうがっつり寝、あの朝昼まで寝たりすることできないんで、朝8時半に起きましたよって起きた時思ったね。まあ相変わらずね夢をよく見ます。あ何してんのこれ、あこれ何、天井が映ってんのか、ミラー出すつもり、おー奇跡的に入った、ミラー出すつもりで F2 のキーを押したつもりだったんですけども、数字の2のキーを押したんだねこれ、あ3のキーを押したのか、あ、2のキーを押したんだね。じゃあ行きましょう。でまあそうそう夢をねめちゃくちゃ見ます。もう1日2回3回ぐらい見ますね、あの寝てる間に。ほんとね、ちょっとね、これ見すぎだろうという感じで、あとね、まあ、夢の内容が悪くないのでいいんですけどね、結構懐かしい夢とかね、面白かったりする夢見るんでいいんですけど、あとや夢に起こされますね。あ、これ左のミラーが見えないや。夢に起こされるのはちょっと辛いねと思ってるんですが、あ、それでも300キロあるわ。まあそんな感じなんですけどもね。
いやー、ほんとちょっと夢は見すぎだなーと自分でもちょっと、でやっぱりね、見たときは覚えて、お、止まってくれんの、ありがとう。あ、でも小気味よく走るね、このほんとメルセデスは。なのでね、なかなか、まあ熟睡できてんのかな、どうなのかなっていう感じですけどもね。Turn left.おーっと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 、それとね、あとうちのね長男がね、これ夜だから分かるね、これね、うちの長男が免許取りました、今週ね。まあ免許証も相変わらず混んでるみたいでね、これ落ちると4月になっちゃうよみたいなこと言われてたみたいで、すごいですね今ね、ほんと更新行くの、まあ私更新は警察署なんでね、あんまり深くは考えてないんですが、まあね、うんっていう感じですね。あ、これバス停でもないね、なんか右にちょっと車入れるところありましたけどね、路肩というか路側帯か、いや違う路肩と路側帯一緒だよね。でまあ、ちょっとね長男がね練習したいよっていうんでちょっと付き合ったんですけどね、まあ嫁はんは絶叫してましたね、車庫入れうちの機械駐車にねもう絶叫がもうマンション中に響きましたねもう窓からね、後部座席に座ってたんですけど、窓からね手を出して車を押さえにかかりましたもんね、車とか柱に手つきましたもんね。もううちの息子がねエンスト、まあまあ我が家の車もマニュアルなので MT 車なんですよね、なのでもううちの息子はね、エンストするとね、まあ気持ちはわかるんですけどね、エンストするとね、あのクラッチ踏む癖があってブレーキ踏まない癖がありますね。まあクラッチ踏むはいいんですけど、ブレーキは踏めとね、もうブレーキ踏んでいいんだからということで、だから車がそのまま動いちゃうのね、演奏した後に前後に動いちゃうので、で立中ってやっぱり傾斜ついてるんでねそれでしかもハンドル切ったまま止まっちゃったからね、柱横面を柱に当てそうになってたのでもううちの神さんめちゃくちゃ怒ったね、まあ神さんの車だからね、ほんとね。でまあ次の日ね、それは免許取りに行った時にね、試験場まで迎えに行ってあげたんですよ。で帰りに運転したいっていうもんだから、今便利ですね、1日入れる保険があるんですね、24時間500円だったかな、コンビニで支払って入ってきましたけど、まあそれ車両保険つかないんですが、それ入ってきてました。で次の日私ね、朝からもうね南港に行って、港に行けば道広いんでね、まあ港までは私が運転していって、でそこで運転させたんですけど、まあなかなかですね、車線が分かってない、車線の認識ができてないみたいですね。2車線、まあ2車線ぐらいの道をね、大通り2車線ぐらいの右に曲がる、右2車線が右折なんですけどね、アウトインアウトしましたよ、うちの子供車来てなくてよかった左のレーンから右のレーンに入ったもんね。アウトインアウトじゃないな、アウトインインか、アウトインアウト仕掛けたところで左からトラックが抜いてきたんだ。トラックも怖がってたろうね、私も驚いたね、ほんとね。とまあそんなことがありまして、なかなかでした、ほんとね。ちょっとこれ市街地は運転させれないねと、まあさせたんですけど、市街地を運転させれないねということになりましたね。いやいやいや、恐ろしい、ほんと。あとやっぱりね、もう今ないんでしょうけど、今もうね、皆さんというか街に乗ってる人もほとんどないかもしれないんですけど、
マニュアルの初心者っていうのがまず出くわすことがないんでしょうね、皆さんね。だからエンストしてるのが多分気づいてもらえないと思うんですよ。だから普通に止まってるみたいな感じに思われてラッパ鳴らされますしね。もう演奏だいぶしましたもんね。右折でやったらまずいからね。太鼓来ちゃうから。左折だけは、なってましたね。あとはね、映画の見過ぎかもしれないんですけど、U ターンするときにね、ものごっつい勢いで U ターンするんですよね。もう私、車ロールするし、シートベルト効くしね、助手席の私の。ちょっとそれはね、コンコンと説教しましたけどね、ちょっと止まりなさいと。いや本当ね、港でやってるから道広いんですけど、縁石すごいのよね、港の縁石って。縁石というかね、岩なのね。もう岩だから、こんなの当たったら廃車になるじゃないっていう感じでね。いやもうね、トラック来てるな、これ入れさせてくれる、おお入れさせて、ちょっと割り込んじゃったね。ほんとね、もう GoPro でね撮ったんですけど、一応ね路上教習ということで残しておこうかなと。ちょっと恐ろしい内容になりましたね。まあやっぱりオートマはだいぶ大変だね。オートマだったらね、車線のことぐらいしか考えなくていいんですけど、まあエンジンつなぐんでももうエンジンすんごくふかすしね。いやクラッチがなくなる。私しょっちゅう叫んでましたけど、いやちょっとまだ、うちの息子が我が家の車で、我が家のマニュアル車で、外一人で行くのはまだまだ先になりそうですね。もう今週、この1週間ぐらいしたら行けると思い込んでたみたいですけど、いやダメだよというような感じで、ちょっとね、寂しそうにしましたけど、まあ、でも今はだいぶね、いいですね。友人とカーシェアリングをして、行くと1人500円ぐらいで済む言ってましたもんね。でまあ若い子で集まってと。私らの時はそのレンタカーっていうのがね、そんな安くなかったですからね、当時はね。今はほんとね、レンタカーも安くなってきましたけども、カーシェアリングがあるんでね。あと保険もね、1日保険、こんなのあるんだと思ってね。我々もそれに入った方が安いのかもしんない。でもあれか。今、家族限定で入ってるのでね。あと、ファミリー特約って今、あんまないんですね。私が入ってる保険会社もね、昔あったんですけど、もうなくなってました。なくなってるくせにね、広告出してやがるのね。こう、検索したら広告にヒットして、じゃあやってるじゃないって言ってね、見に行ったらやってませんでしたっていうね。っていう内容でしたけど、まあ、なかなかね、この先はちょっと思いやられますけど、まあでもね、このままペーパーになってもらうとね、困るんでね、私もお迎えに来てもらったりすることがあると思うんで、よいしょ。とまあ、そんな感じで、ちょっとね、この後半は結構ドタバタしました。そうだ、今週の前半はね、全然別にこの忙しくなかったんですけど、そのゴミの処理と、あとね、楽天モバイル、開通したっていうのは言ったかな。楽天モバイルの続編なんですけど、なかなかいいみたいですね。もうやっぱり外でも結構大阪だとつながるみたいでね。まあなんか今日のニュースかなんかで、楽天は1100億円ぐらいの赤字計上したみたいですけどね。それでも株価はね、下がってないんでね。一瞬下がりましたけどね。3週間ぐらい前でしたかね。ちょっと不祥事があったんで、スパイ騒ぎか。あれがあったんで、株価の時ドーン下がって、あの時に買っときゃよかったと思ったんですけどね。株価はなんか今すごく不思議な感じになってます。もう3万円いきますね。いきそうです。29,500 円ぐらいだったかな。何がと思うんですけどね。なんでそんな上がるのって、もう逆にまた怖くて、買おうかなと思ったんですけど、もう買いそびれちゃったっていうような感じですね。で、楽天モバイル。なかなか悪くないんですけど、この eSIM、楽天も兼ねてだと思うんですけど、eSIM っていうのが、あると思うんですけど、やっぱね、開通が遅れました。1日ほど。納期っていうのは、開通のことでしたね。一応冊子が来ました。
あ、これ言ったかな。うん。あの、次の日に作って、あと2日後に作って言われてたんですけど、3日後に着いたのかな。で、あの、そんなに難しくなく、いい趣味で通しました。あの、サッシもいらないねと思ったんですけど、オンラインで全部できるじゃないと思ったんですけど、まあ、うん。で、そうですね、うん、電話番号を3つの中から選びましたしね、まあ、いやいや、悪くない、悪くないと思ってね、思ってたんですけど、まあ、ちょっとうちの息子が気にしたところが1点あったんですが、その、セキュリティ、うちの息子、セキュリティ意識高いんだね。あの、セキュリティ意識高い人だったら、多分ね、ちょっとね、うってなっちゃう場面がありました。あの、eSIM って、多分どっかのデータベースに、情報を記憶してるんだね。その電話番号が通るので、SMS、ショートメッセージ、ショートメッセージのメッセージも、一部復元されましたね。で、そのショートメッセージの中身が、今までの所有者、今までの契約者の内容が出てました。ただ、そのショートメッセージも、その個人的な内容が出るんではなくて、開通に使う SMS のメッセージが出てただけなんですけども、それで、何人がこの電話番号かな。電話番号を使ったのかっていうのは分かりました。なんだろう、物理的な SIM だったらね、そんなのなかったと思うんですけども、今回 eSIM なので、物理的媒体、物理的な記憶媒体がないので、ですから、どっかの、インターネット上のどっかに、その記憶が残ってるんでしょうね、記録がね。と思います。ですから、5、6人出てきましたね。ああ、まっすぐ来るの、あなた、ウインカーつけてたような気がしたんだけど、あのオレンジの車ね。あ、ありがとう。5、6人ぐらい入ってましたね。で、これ、なんで5、6人入ってるのかっていうとね、この1年間ぐらい、2019年からかな、入ってました。で、なんでそんなにいっぱい入ってるのかなっていうと、これ多分楽天さんだからなんですよね。楽天さん縛りなしの、違約金なしなので、もう、一時なんかね、錬金術だっていうのを聞きました。もう入って、ポイントだけ持って、すぐ解約して、ポイントが付与されるんでね。そのキャンペーンでついたポイントだけを言ったら、もらってすぐ解約して、そのポイントを浮いた分。まあ、何千円分とかになるみたいですね。何千円分かな？うん、そう、なるみたいで。多分そのキャンペーンをガンガン利用して、取ってやめてっていうのが続いたんだと思いますね。ですから2年ぐらいの間に5回ぐらい変わってるっていうのは多分そういうことなんだなと。ちょっとね、気持ち悪い気がするんですけども、あ、こっち？え、左？はい。ちょっとね、あ、これあれか、2車線っていう意味か。ですからちょっと気持ち悪いなっていうのはありましたかね。まあ私はね、あまり気にしないんですけどね。ちょっと息子は、そういうのが、ちょうど今、息子はあれかな、IT パスポートっていう昔のシスアド、初級シスアドが名前変わったやつがね、もう初級シスアドっていう資格なくなったので、国家資格の、ごめんなさい。こっち行ったら帰っちゃう。初級シスワードがなくなっちゃったので、今その IT パスポートっていうのをやってるので、うわ、ここ左側通行なの？ちょっと待って。それがあるのでね。あ、国境またいだのか。あ、そうか、確かカリニングラードで飛び地だったんだよね。で、こっから？あ、いや、もう一回。こっからどこ？ポーランド？わかんない。わかんない。あ、ポーランドじゃないか。バルト三国か、ここからは。と、まあ、そんな感じで、そういうことやってるんで、多分、セキュリティ意識高いんだろうと思うんですけどね。もう、私も昔はね、一時ね、ほんとね、ファイアウォールとかね、そんなので、あと、何です？あれ、なんだっけ、IDS とかだっけ、そういうので、セキュリティを、とか、ね、言ってた時期ありましたけど、もう今、プログラムやってからはね、もうセキュリティが、もうめんどくさい。もう、セキュリティを維持するのにね、なんでこんなことしないといけないんだろうと、私もね、アプリ作ってて思いますわ、ほんとね。特にウェブはね、セキュリティうるさいんでね。ねえ、もう何？
名前忘れちゃったあのクロスサイトスクリプティングとかね、あと SQL インジェクションとか、そんなんがあるんですよ。なんかうるさいのがね、そんなことに気を使ったりいろいろね、しないと。うわ、これで20キロかよ。まあ、あ、だからやっぱ飛び地だったんか、これ。またこの、なんか、今、鬱陶しいって言いかけたけど、めんどくさいのに、なるんだよね、これ。これ、オートが使えないからね、オートクロージングはね。と、まあ、そんな感じで。ですから、まあ、ただ、今、大阪の市街地で使う分においては、楽天全然問題ないみたいです。ですから、私もこれ見てね、思わず乗り換えたくなっちゃった。ただこれがね、ちょっと4月からあの例のキャンペーンに乗り換わるはずなので、乗り換わったら、あ、そうか、国境チェックポイントあったもんね。で、またもう、また国境チェックポイントがあるのね。ってのは、まあそんな感じで、ですね。だからなかなか、あ、前ここで捕まったんだ、こんな感じでね。前こんな感じでガバッと持ってかれたんだ。ですから、ちょっとこれで使い勝手よかったら変えようかなと本当に思っちゃってますね。これが維持できればいいんですけどね。まああまりね、でもまあ楽天さんの本気を感じますけどね、シェアを取りにかかるっていうね、本気さを感じるので。ただ、あ、そうだ、話に戻りますけど、私そうだ、うわ、燃えてるわ、炎が出るようにアップデートしたんだね今回のアップデートかなあれだね、その矢号付きの、講座作るのにいろいろ調べてみたんですけども、やっぱ結構ね、他の銀行うるさかったですね。中には作れる、やっぱオンラインバンキングがいいみたいでね、やっぱり都市銀行とかは審査かなり厳しくて、まあ審査厳しいといってもね、なんて言うんでしょう、ちゃんと書類揃えてたらいいんですけど、私まだ開業してないんですよね。しかも私がつける屋号っていうのが、元の今ある屋号を引き継ぐっていう形になるんで、これはもともと屋号を持ってるね、社長の方に言っていかんがいるのかもしれないって社長言ってましたから、まあ、その辺はちょっと調べてくれるのかなと思うんですけど、まあとりあえずちょっと急いでたのでね、まあちょっと社長もやっぱり資金が多分持たないと思うんでね、急いでるとは思うんですけども、まあ私も、いやいや、もうそれはやらないといけないなと思って、で、いろいろ調べてたら、結構ね、都市銀はだいぶうるさくて、地方銀行は結構ね、地場に、根強いんですけども、それでもやっぱり、開業届けなり、それなりの書類がいるんですよ。で、私、開業してないもんですから、そんな書類すぐ届かないやと思って、で、じゃあどうすりゃいいのと思ったんですけど、ジャパンネット銀行、これすごいですね。私は本当は楽天にしたかったんですけどね、楽天にしたかったんですけど、楽天もできるんですけどね。楽天もできるんですけど、やっぱ書類が行ったりとか、そういうのがいるんですけど、ジャパンネット銀行さん、もう免許証の写真だけできましたよ。免許証だけできるんだね。ああ、驚いちゃった。で、ですから、ジャパンネット銀行で。で、作って一応取引先には、近々、私の方の口座に、入金を振り替えてもらうことになると思います、というような感じで。連絡して、で、まあですから今後この口座でね、まあ口座はこの口座になるんで、今後確定申告もしやすくなるかなと思うんですよね。なので、もうこの口座に入ってくるお金、出ていくお金っていうのが、売上経費支払い、あ、経費か、いうような、いうような感じでやっていけるのかなと。ただまあね、いい、早く仕事ちょうだいって言ってんですけどね。お客さんも、あーって言ってくれてんですけどね。ただ、ちょっと今つまずいてんですよね。なんか、ちょっと、うちのやった方の仕事で、ちょっと今ね、ドタバタしてるみたいなので、
ちょっと時間がっていうような感じですね。まあ開業ね、開業はね、いやもう私もこうやってねフリーランスで生きていく上ではもう必要なんでね、いずれしたいと思ってるんですけどね、会社名いいの思い浮かばないんだよね。だってねちょっと前にね長男がねドメインを作るんで、もうめちゃくちゃもうめちゃくちゃ時間かかりましたもんね、ドメイン名、もう独自ドメインね、もう息子もいい限りにねもうめんどくさくなっちゃったんでしょうね、何でもいいやーってなってねいやいやちょっと待ってちょっと待ってこれは一生もんだでっていうような話して、ちゃんとつけようよって。でもね子供がつけるドメイン名は私がおうやめてっと、大丈夫かい、私がいやそんないい加減なドメイン名ダメだよって言ってね蹴ってたら、いい加減ね、息子が嫌がっちゃって、もういいや何でもって言い出したんでね、いやいやちょっと待ちなよと、もう私が考えるからっていうような感じでね、で考えてみたんですけどなかなかね。ちなみにねキャンペーン使ってね何ドメインを取ったんで、もう何です契約してると管理料が一切いらないドメインなんですけどね、うん、今便利になりましたね、 SSL までついてんだからねというところでもう取ったんですけど、今ねそこのプロバイダーで見る限りはドットコムが一番安かったのかな、ドットコムが一番ね安いです、年間1000いくらですね、もう安くなりましたね。ちなみにうちのところはね NEJP ドメインなので、ほんと年間ねそう高いんですよ、1万円ぐらいいくんですよね、しかもこれ昔の契約のままいってるんでね、だから昔はねやっぱりドメインで価値があるって言われてましたけど、今正直ドメインで全然価値ないなと私は思ってるんですけどね、全然価値ないことはないんですけど、ただドットコムドメインだからね大抵のものもみんなさっき抑えられてますね、ドットネットとかはね結構、あとねオルグドットオルグねいいかなと思ったんですけど、やっぱ子供に聞いたらね何それって言われたんでね、私ドットオルグドメインってかっこいいなと思うんですけど、 ORG って書くねドットオルグドメインはかっこいいなと思ってるんですけどね、確かオープンオフィスっていうね、今もオープンオフィスねもう廃れちゃいましたけど、リブルオフィスにね移管されてますけどもね、アパッチ、もともとアパッチが作ってるねアパッチ財団がやったと思うんですけど、あれのオープンオフィスドットオープンオフィスオルグって名前だったんですよね、かっこいいなーってね、今から15年ぐらい前だったかな、20年ぐらい前だったかな、20年は言い過ぎかに見た時にね、かっこいい名前だなオルグってとか思ってたんですけどもね、まあそんなこんなで、まあ、ドメイン取るのも時間かかっちゃったしね、やっぱりそうそう、あとねそうだ今ドメインで思い出しちゃった、あこれ左折じゃない、ごめんなさい、ちょっとスピード速いな、90キロか、で私今事務所の片付けしてるんでね、事務所の片付けしてるんでちょっとね書類が出てきたのね、書類を、まあもう書類もね、いらん書類を捨てようと思いましてね、未だにもうねないお客さんのねプロバイダー情報とかもいっぱい出てきたからねこんなのいらないやとか思って捨ててたらうちのが出てきまして、あそうだ経費ちょっと見るんでやっとこうと思ったんですけど、驚いたことにねうち固定 IP 8IP 取ってんですねって思って、確か 1IP に変更したと思ったんだけどって思ってね、あれ 1IP に変更したって聞いたと思ったんだけどって思って、それで月5000円かかってんのね、うーっとおお止まれた、月それだけで月5000円かかって、そこに光が入って、で要はプロバイダーだけで5000円かかってるんですね、そこに光回線光電話とかも入っちゃって、でね知らないドメインが出てきたうち NEJP なのにドットコムドメインも出てきた、そうでね、ちょっとフーイズで調べたらね、フーイズっていうのがあるんですよ、ドメインを調べるね。
それで調べたらやっぱりちゃんと契約してるみたいなのね。って思ったのね。あいやーってなってね、私聞いてないよこれって。で今私がねもう言ってることがあるんですけど、今私は固定 IP1 だと思ってたんですけどもね、会社で持ってるのがね、もう今ね別にまあ昔はうちで、ね、時差ばやってましたので、今はその VPN だけでね、IP1 を使ってると思ってたの。まさか8まだ持ったままだと思ってなくてちょっと驚いちゃったんですけどもね。でちょっと社長に提案したんですよね。いやちょっとうちもう固定 IP 使うのやめましょうっていうのが先週ぐらいに言ってるんで、まあその時は私固定 IP1 だと思ってたんですけども、そんな話をしまして、うん、でもうその VPN ももう時代じゃないんで VPN 使わないようにしましょうと、もうねホスティングを経由してっていうホニャララやって、ホスティングでホニャララ VPN で使ってうちにサーバーも置かずにと、全部ね、言うとインターネットを使ってと、もうそういうことも VPN 引くのもだって VPN 引くのにねちょっと待ってちょっと待って、右に人倒れてなかった今、違うのかな、ゴミかな、ちょっと待ってね、あそうだ帰れないんだこれ、あらあらららららら らいやいやごめんなさいね、天気が全く効かないようになってのはなんで天気で帰れたと思ったんですけど、ほら、あゴミか、人が倒れて見えたった、あの左のゴミの左側が肌色してるんだよね。まあ今肌色って言ったらいけないんだよね、いけないことはないか、あれが顔に見えちゃったからね今ね、うん、でまあそんな感じでね、もうそうしましょうって言ったらちょっと社長が兆候入っちゃったんでね、ちょっと今頭の中が違う件で忙しすぎてちょっとそれ考えられないって言われちゃったんでちょっと消極的だなーってね、まあまあ分からいでもないんですけど、ただねいや私はもう経費削減でやりたいと思ってるんですっていう話をして、まあ理解していただいたんですけど、その後に固定8使ってて毎月そんなプロバイダーだけでそんな金払ってたのって私ちょっとびっくりしちゃって、いやーこれはちょっとねもう今後ねもう私が見ていくんだからっていうようなちょっと気持ちが私も芽生えちゃってね、だからちょっとねちょっとというか結構ねお金に対してはちょっと無頓着だなって思うところがあったので、まあまあ本人も言ってましたね、うん、お金で頓着しないよって言ってましたんでね、っていうのがあったんですけど、もうねカルロス・ゴーンさんじゃないけどもコストカッターいや私ねリストラするときは自分の首切るしかないんでそんなうち社員いないんでねもうリストラするんだったらもう自分の首切っちゃうよっていう感じになっちゃうんですけど、まあでもね、そんなこと考えたら本当ね本当もうすぐ日上がっちゃうんでね、っていうのを考えたら本当にそんな感じになっちゃってますよ、まあちょっとね不安がほとんどですけども、ほとんど不安ですけども、いやでもやっていかないとという感じですね、まあちょっとしたね淡い希望もあるんですけどね、いやもうねもうガンガンもう受けれるんだって何でも受けて、もうね息つくとこ行ったら人増やしちゃおうとまで思ってからね私ね今ね、そんなちょっと夢見がちな夢見がちなアラフィフっていうのこれ50周辺ですけどね、とまあそんな感じになっておりますけど、まあでも今週はねまあちょっとね燃え尽きた分もあったのかもしれないですけども、でも先月末に燃えたからね、先月末に燃え終わったからちょっともう2週間燃えてるの燃え尽きブスブス言ってるのはダメだなと思ってるんですけどね、ただまあちょっと今ねこの実況したらなんか目が覚めてきました、あんなかどんな感じなのこれ、
感じなのね。あ、簡単といえば簡単か。よいしょ。もうちょっと前に引っ張った方がよかったかな。なんかすごく長いね、これ。よいしょ。あ、ちょうどいい感じじゃない？あ、早いか。あ、でもいけるでしょ。はい、コン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 。あ、まだか。まだコンコン言わないね。左のミラー見てる限りはコーンとは言わないね。よし。と、まあ。あ、もっとでも、どんどんアップしていかないといけないね。ちょっと、気合い入れたいと思います。はい、エクセルと今回バッキーなかったですね。うん、はいと。で、まだレベル20なんだね、マスターということで。96,000。ああ、もうでも車買えるね。また。でもその前に事務所、あ、事務所じゃないわ。ガレージを買わないといけないか。あとはドレスアップしないといけないね。うん。ということは、また車入れ替えて、ドレスアップしに行こうかなというところで、この辺で終わっておきましょう。色タップシミュレーター2終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。あ、これで切ったらダメなんだ。これで切らないとね、ごめんなさい。あらら？うん。じゃあ終わります。